やっていきましょう。ぜひと皆さん、グルナンチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということでね、皆さんいつもコメントいただきありがとうございます。今回もね、いろんなコメントいただきましたけども、6話ね、今動画上がってるのは6話なんで、僕は6話までのコメントを見てる状態ですね。で、本当にね、いろんなことを教えてもらったりと助かっているんですけども、変身のシーンがさ、こうやってあったじゃん、6話で。こうやってやってたから、俺フュージョンかなと思ったんだよ。タタタタタタタはーっていうさ、あれなのかなと思ったんだけど、いやいやいや、それは仮面ライダーっすよって言って、ああ仮面ライダーだみたいなそっちかみたいなさ。で、僕は悪いスライムじゃないよって、あれわからんかったっすわ。何かなってコメントくれたら、ドラクエネタ、ドラクエはわからんかったわ。あの、あるじゃん、当時のさ、任天堂派かプレステ派、任天堂派だったんだ。プレステ2も持ってたよ。でも、あの、プレステは持ってなかったから。で、プレステ2に入った時は、なんか、007やったりとかさ、なんかいろいろとね、あの、デジモンワールド、あれめっちゃ神ゲーだよな、やったりとかさ。で、まあまあ、スマブラはあっちの方でやったりとかで、やってこなかったんだよ、ドラクエ。風雷はやった。64だよね。だからちょっとね、いろいろとね、あの、わからんところはあったりするんですけどもね、あの、本当にコメント、おかげさまでね、助かってるっていう。で、もう一個ね、あの、コメント起きてたのが、あの、そういうふうに俺がわからん場面があって、だから、ジョニキが結構、その、なんか見てると、もう日本人の反応やないかいで、お前、海外ちゃうやんけっていうね、あの、コメントがあって、で、あの、ただでも、あの、いろいろと知らんっていう場面もあるから、そういう知らんっていうの出てくると、あ、海外なんだなーって、こう、再認識するみたいなコメントあったんだけど、違う。あの、通った道が違うだけなんだよ。もうほぼ日本人だと思ったらええよ。あの、顔だけ外人や。6歳から日本やからね、もう大概ね、あの、顔だけ外人よ。まあ、今もね、あの、もうブラジルにいるんで、なんかもう、複雑だよね。なんだろうな、みたいな。だから、ようわからん外人ですな。そうそう。だから、もしもわからんっていうものがあった場合は、あの、ちょっとね、あの、通ってこなかった。で、仮面ライダーはギリ通ってるよ。だからそういう場合は、あの、記憶があやふや。だから、パフパフ。あの、パフパフってね、あの、4話とかかな、あの、ありましたけどもね。あれは、あの、ドラゴンボールやんな。亀仙人な。パフパフっていうね。あの、場合によってはその場ですぐに、あ、これなんだっけみたいなことってあったりするんだけど、あの、もしかしたら忘れてるだけかもしれない。で、言われると、あーみたいな。仮面ライダーか、フュージョンじゃねえかみたいな、あったりするから、あ、本当にコメントください。めっちゃ助かってる。みんなが想像する100億倍で一緒に楽しんでますとか、人生の生きがいとか、もうね、俺のモチベをとことん上げるつもりかっていう。わかる？いつも本当に、ありがとうございます。もうね、楽しんだよ。本当に楽しんだよ。本当にいつもね、人生で一番楽しみなタイミングは、あの、コメントを見るときですね、動画撮ってめっちゃ楽しむやん。で、その後、みんなのコメントで完成されるんだよ。俺の1話の主張が。わかる？そこでみんなのコメントを見て、あ、これこういうことかみたいな、認識し初めて完成されるから、感謝しかねえわ。本当にいつもありがとうございます。はい、すいません。もう長くなったところで、ね、行きましょうか。おどけ。よし、行くぞ！よし！おじさん！おじさん！おじさん！おお、大鬼族の襲撃。おおおおお。そしてドワーフ三兄弟のガルミ、ドルド、ミルドが、ミルド住居建設を進め、スキルのもと、ゴブリンロードたちが村の統治を行う流れが出ていた。めっちゃいい感じになってるやん。おお、すごいわ。おお。俺が指示しなくても、それぞれがちゃんとやってくれてる。会社。楽できるし。国。いいっすね。うまいうまい。俺にはやらなければならない大事なことがある。おお、なんだ。よし。人目を見て。誰もいない。ああ、入った。あ、仮面。修理完了っと。おお。本当何でも野菜やな。片身。大切にするよ。おお。さて。もう。へし。どうきでも狂ったと思ったら、すっぱだか。おお。擬態人間。おお。すごくスムーズに擬態できるな。人間の体だ。ありがたい。これ俺突っ込むべき内容なの。しずさん、俺しずさんのことは一度も突っ込まなかった。
結構母音ですやんね。ほんとすいません。ね、見て、おってなってさ、あ、母音ですやんね。まあ、そこはね、言う人もないからあれなんだけどさ、母音がね、なくなっておりますね。おー、なんか、合体した感あるな。わかる、合体した。そんな印象。突っ込むかなんか、突っ込みそうな雰囲気あるな。聴覚。いや、突っ込まねえよ。俺だけだ、ごめん。心がだいぶピンクに歪んでた。っていうか、スライムの時の方がよく見えてたし、よく聞こえてたな。逆に魔力感知の力か。すげえな。次は、なあ大賢者、ユニットを捕食したから、分身、俺も使えるのかな。カイ、分身体含め、イフリートの保有スキルは解析完了しています。はっ、バケモンじゃねえかよ。早速試してみるか。お、何すんの何すんの、それやばくね。結構な実体的な感じだったよね。適当な影分身じゃなくて。なるほど、しずさんに似ている。人生の俺の要素は欠片もないな。確かに。ねん、そうそう、上、そうなんだよね、うん、人の姿になった時の性別を確認しないわけにはいかないよな。まあ、もう感覚でなんとなく分かってんだけどさ。どうなってんの。ちゃんと確認してなかったから。やっぱ見るか。見るよね、男なら。お、息子復活ならず。あ、しかも中性。あ、いや、性別がない。あ、無性だった。あ、おあ、何がない。あらら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 、男にとっては結構ね、ショッキングよ。おお、何がなくなるってもう一大事だよ。で、やっとそれが戻ってくるかなと思ったらない。ああ、なんか俺コメントで、なんだっけ、俺動画でなんか中性的、なんか性別ようわからん、OP の時に、中性的というかね、なんか性別ようわからんわっていうことを言ったけど、鋭いなって言われたけど、鋭かったな。おー、いや、この視線よ、視線。すごいな。そっかそっか、いや、これめっちゃ悲しいな。じゃあってことは、何もない状態がつるんとしてんのか、つるんとつるんとしてんのか、一大事やな。息子復活ならず。しかも中性、いや、性別がない。おお、無性だった。そっか、ま、ショックだな。スライムって時点で性別とかなかったしな。確かに、早いね。そういえば、さっき人型に擬態するとき黒い霧が出てなかったような。カイ、本体より体積の大きな存在へ擬態する場合、不足分を魔素を消費して作った黒霧で補います。おお、ってことは大人の姿も作れるってことか。よし。おお男寄りにできるか。俺めっちゃすげえじゃん。なかなかイケメンじゃないか。おお次は女寄りに。おお、なんか遊び放題やな。おお、ドカン。ストップ戻れ。おお、いや、続き何やってんだよ。続き。いいか、大人の女性の姿にするとしずさんっぽくて背徳感が募る。背徳感。いやー、これはいい能力。いい能力だ。問題ない、ご苦労さん。続き。今日もお食事は必要ないのでありますか。お、ああ、どうせスライムの体じゃ味がしの。おワンちゃん。今日から俺も一緒に飯を食うことにする。ああ、なんと。では今夜は宴会ですな。嬉しそう。頼んだぞ。この見た目で中身がアドリグルドだもんな。いや、おもろいな。せっかく人に擬態できるようになったんだから、おもろいな。食べまくってやる。いや、嬉しいな、これは。メニューはなんだろう。肉かな。服のセンスいいな。となると米も欲しいけど、この世界にいいねってあるのかな。今度探してみるか。あれもこれもってなるわな。暖房を作って、いいっすね。リムル様、食料調達ご苦労さん。ありがとうございます。これから森へ向かうところです。今夜は宴会の予定だ。美味しそうな獲物を頼むよ。今日はリムル様も食べるすか。おうよ、なんせこの体には味覚があるからな。いっぱい食べたらおっぱいも育つすかね。アホだな、こいつ。アホホホ、アホなんだよ、アホだ。ゴブタにはきっちりと教育しておきますので。それから特上のウジカをご用意いたしましょう。ウジカ、ムジカ。
ウジ。あ、そういうこと？俺ウジ虫想像したわ。お任せください。ああ。森の奥から移動してくる魔獣が面白いな。獲物は豊富なんです。牛、オーク来るか？いえ、魔獣は環境の変化などで移動したりしますからね。大したことないと思うのですが。おう。おお。お呼びですか、我が主。ランガ、リグルたちと森に同行してくれ。何もないと思うけど、もしもの時は頼む。心得ました。お任せください。遠慮はいらない。我を連れて行け、リグル殿。おお、かっこいいゾーランガ。かっこいいな。それがなければもっとな。それがなければ本当に。おもろいな。ベルドラが封印されていた洞窟にやってきた。おお。シズさんから受け継いだユニークスキル、変質者の効果を試しておこうと思ったのだ。誰の迷惑にもならない場所で。変質者ってなんかもう凄まじい名前やな。変質者は地面から受ける印象はともかく、彼女の思いが込められた大事な能力だ。あ、やっぱそういう印象はあるのね。はい。統合と分離、様々なスキルを統合し、新しいスキルへと進化させ、もっといい名前あったやろ。新しい能力がポンポンと獲得できた。その一つが変化質者。変化させるもの。えげつない。えげつない。おえげつない。エクストラスキル黒煙です。これも使いどころを考えないとな。すげえな。どんどん強くなるな。しかし本当にシズさんには感謝しないと。うん。この仮面魔力を抑える力があるんだよな。ほう。どれ。どうだ。カイ、わずかに漏れ出ていたオーラが完全に消滅しました。マジで。この状態ならば人間と認識されるでしょう。あ、それすごいな。メリットしかねえわ。この格好で出向くことにしよう。メリットしかねえわ。あ、しかも勇者と間違えられるな、そうすると。似合うな。似合うな、似合うよ。はい。タンパクだな。リグル様。はい。タンパクだな。初対面、ランガからの思念伝達。と。クレヨンから救援要請と推測。おっと。おー、聞く前からね。いいっすね。おー、死んじゃうって。あ、しかもこれ OP にいたやつだ。落ち着け。あー、 OP だ、 OP 組だ。 OP 見て失敗した。心配になったから来てくれたんすね。あ、こうだな。元気そうだし回復薬はいらないみたいだな。ちょっと欲しいよ、欲しいよ。すまなかったんすよ。お、ぶっかけやねんかい。助かったっす。いいな、この仮面いいね。だいぶ相手の油断を誘えるよ。おー、一気に出てきたね。こんな一気に出てくるんだ。そういう忍びの一族みたいな感じかな。あ、忍びくせよな。うん。主よ、申し訳ありません。我がいながらこのような。おー、でもすごいね、やり合ってるね、すごいよ。おー、ボロボロや。いや、でもよう頑張ったわ。あとは俺に任せて、ゆっくり休め。うん、ありがとうございます。ああ。ああ、みんなボロボロ。倒れている者たちはどうした？魔法により眠らされております。ああ、よかった、よかった。桃色の髪の仕業です。おお。魔法か。出てきたな。なかなか厄介な相手らしいな。爆乳姉ちゃん。すいません。面目がありません。面目がありません。オーガに出くわすとは思わず。オーガ、あ、鬼ね。ゲームや。はいはいはい。そんなイメージ。タイトルのね。だったけど随分違うんだな。なんか鎧までつけてるし、っていうかどう見ても日本刀だよなあれ。あ、侍か。あ、忍びっつうか侍か。あ、侍だ。おいお前ら、事情は知らんがうちの奴らが失礼したな。お、話し合いに応じる気はあるか。実力差は明白なのに、コブタもリグルも致命傷ではなかったし、警備隊のほとんどは無傷で無力化されてる。おお。なんか訳ありか。ま、ここはこちらが大人の対応を。正体を現せ、邪悪な魔人め。おお。おいおい、ちょっと待て、俺がなんだって。魔物を刺激するなど、普通の人間にできる芸当ではあるまい。よう分かってんな。見た目を偽り、オーラを抑えているようだが甘いわ。正体を現すがいい。黒幕から出向いて。ジライヤ先生。コーツ号というもの。
聞き覚えのある声バカ。俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなのに。逆にびっくりされるよね。あのな。貴様の言葉など聞く耳を持たん。すべてその仮面が物語っている。仮面。待ってくれ。何か勘違いしてないか。これはある人の形見で。同胞の無念。その億分の一でも貴様の首で上がらってもらおう。同胞。邪悪なる豚どもの仲間め。え？どういたしますか。豚ってあの豚が出てくるの？お前はあの桃色を相手しろ。はでも豚には殺すなよ。はあ、豚ああ理解。あれだ、あの豚さんをなんか餌あげて飼っとったな。名前なんだっけあいつ、忘れちまったわね。えでこういう風に飼ってるっていうので同一に思われてんだ。あー理解、そういうことですかね。知らんけど。邪魔だけしてくれればいいから残りは俺が倒すよ、うん。しかしリムル様が王が5体を相手することに。問題ない、負ける気がしない。頼もしい。さすがは我が主。承知。舐められたものだな。いちいちかっこいいんだか可愛いんだか。勇気かただの万有か、その度胸に敬意を払い挑発に乗ってやろう。後悔するなよ。いい声してんな。強いよ我が主、強いよ。お前は眠っとけ。おお、やっば。うわ出た麻痺、すごいね。うわ埋まった。おお、魔力感知で丸見えだ。うわすごでかい。おおでかいよね。丸見えってのはそういう意味じゃない。あやかましいわ。おお、よりによってそうしたか。よりによって。お変態野郎。ちょっと待って、もう一回滅びそうですよ。滅びそうですよ、お嬢さん。スパイダーマンネタかなんかこれ。なんかスパイダーマンネタな気するわ。知らんけど。おお、いいアクション。うわもう全部使っていってるな、得たもの。うわかっこよ、かっこよ。いやかっこいいわ、これ戦闘シーンも全部いいわ。えぐいわ。何簡単に。ああ。あとはどうする？なあ、エビロンの風の麻痺と息、ブラックスパイダーの念子更新、全部わかってる。アマサウルスの身体操、全部わかってる。やばいよ。他にも多数の魔物の技を体得しているやもしれません。ご油断めされるな、若。若。じいさん、俺が捕食した魔物と獲得したスキルを一目見ただけで言い当てやがった。やるね。手の内を見せすぎるのはまずいかもな。おお。ここら辺にしないか。そろそろ俺の言い分も聞いてほしいんだが。黙れ邪悪な魔人め。だからな。確かに貴様は強い、だからこそ確信が深まった。確信？やはり貴様は奴らの仲間だ。奴らって？宝の多くごときに我らオーガが敗れるなど考えられぬ。多く？おいさっきから何を。黙れ、全ては貴様ら魔人の仕業なのだろうが。え、魔人？とぼけろ。待てよ、それは誤解。魔人。おお強いね。おや強いわ。わしも猛録したものよ。強っ。頭を跳ねたと思ったのじゃが。マジか。やるな。リムル様、腕が。わかるぜ。まあ言うてスライムやからな。油断するな。ロギア系みたいなもんやろ。ワンピで言う。魔力感知をかいくぐり、最強やん。身体装甲をあっさり破ったのか。次は外さんぞ。おお、それさらっとすげえな。魔力感知をかいくぐり、多重結界と身体装甲をあっさり破ったのか。うわー、そんなに。うわすげえ。じゃあ相当は軽く出てるよ。万有の方だったようだな。精密さと右腕を失い発狂しない弾力は褒めてやる。一人で俺たちを相手取ろうとしたその傲慢さが貴様の敗因だ。冥府で悔やみ続けるがいい。もうセリフがいちいちかっこいいな。ロギアだよこれ。うわ片手を切り落とした程度で俺に勝ったつもりだったのか。強強者感。おお、だが残念ながらタイミングが悪いな。もうちょっと前であればね。いやそれでもダメだな。もうダメだ。炎はあかん。やったのか。炎は終始あかんわ。今は特にあかんわ。さらなる火炎飛んでくるぞ。残念だったな、俺に炎は効かないんだ。この声いいな。確かに俺はお前たちを甘く見ていたようだ。
少し本気を見せてやろう。おお、逆にね。うおー、よく見ておけ。うわ、かっこよ。うおー、黒煙の嵐。うわっ、まあ、ビッグな本だよね。あの炎を形作っているのは純粋にあの者の力のみ。炎の大きさがそのままあの者の力。もっと面白いものを見せてやろう。あ、いいセリフ、いいセリフ。これが俺の真の力だ。全部いいセリフ。中二病には刺さるな。うわ、からのからの合わせ技、えぐ。あ、やっぱ封印しといたままの方がいいかな、これ。威力がね。どうする？まだやるか？よしよし、ビビってるな。これで降参してくれよ。若、姫を連れてお逃げください。おお、しんがりか。すさまじいな。悲しいが我らでは貴様に遠く及ばぬようだ。おお、わかるね。だが俺も力ある種族、オーガの次期統領として育てられた誇りがある。無念に散った同胞の恨みを晴らさずして、何が統領か。うん、クールだな。一矢報いてくれるわ。若、それではわしもお供いたしましょうぞ。おお、そうきたか。まずいな、完全に裏目に出てしまった。そうやん。お待ちください、お兄様。この方は敵ではないかもしれません。そこをどけ。いいえ。なぜだ。やるな。里を襲ったやつと同じく仮面をつけた魔人ではないか。お前もそう言っただろう。里襲われ、はい、ですが冷静になって考えてみてください、うん、これだけの力のある魔人様が姑息な手段を用いて豚どもに我らが里を襲撃させるなど不自然です。おっしゃる通りで。それこそお一人で我ら全てを皆殺しにできましょうから。おっしゃる通りで、うん、この方が異質なのは間違いありませんが、おそらくは里を襲った者どもとは無関係なのではないかと、うん、大正解、いい観察眼。少しは人の話を聞く気になったか。もうこれいらないよな。いいっすね、かっこよ。なんだ、黒竜派出しそう。俺はただのスライムだよ。スライムには見えんな。そう、スライムのリムル。本当に。ちなみにこの仮面はある人の形見だ。なんならお前の里を襲ったやつのと同じか、確認してもらって構わない。ああ、似ている気はするが。これにはコウマの力が備わっているようです。コウマ。あの時の魔人はオーラを隠してはオーラなんだな。おお。では決定的。申し訳ない。ナイス。どうやら追い詰められて勘違いしてしまったようだ。間違ったら謝罪。どうか謝罪を受け入れてほしい。はい、それを許す。ああ、しゃあしゃあしゃあ、いいね。これでいいんだよ。どうなることかと思った。ミスったらごめん、オーライ。それでいいんだよ。ここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。お前たちも来いよ。おお。いいのか。いろいろ事情も聞きたいしな。そちらの仲間を傷つけてしまったが、そりゃお互い様だしな。お、死人は出なかったんだし、よしとしよう。だな。すまんかったよ。おお。それに今日怖いよね。うちは宴会なんだ。ちゃんと謝った。あ、宴会。楽しいだろ。おっしゃる通りで。いいですね。こうして本当いいな。分からずに始まった争いは終わった。うん。オーガの姫が昏睡の魔法を解除し、コウインたちは目覚めた。すごい強い魔法だよね。の怪我はリムルの回復薬で治し、鹿。一度は。牛リムルたちの村へと向かったのだった。いいね。名前は？いや、俺たちにネームドはいないよ。そっか。普通はないんだっけ。そっか。すげえ。また新たに。そっか。おーおー。あー、広がる広がる。すごくいいな。いやー、これは早く名前ついた瞬間を見たいな。あちいな。いや、もう最高でございます。ということでね、あっという間やな。ほんとあっという間やわ。すごいわ。気づいたらもう終わってるわ。最高最高。冒頭でもね言ったみたいに、ほんとね、いろんなところがね、分からなかったりとか聞き間違いとか、あ、そうそう、で、字幕ねなくなってるやんね、字幕の話をしました。で、正直意見としてはなんか半々な気分もあるんだよね。なんというか、字幕あってほしいっすみたいな、なくてもいいんじゃないみたいな、結構半々なイメージはある。で、正直、じゃあ半々だったとして、ないと困るかっていうと、困りやせんと思うんだよ。音もちゃんとね、聞こえるし、まあもちろん字幕があった方がよりね、わかるのは間違いないんだけど、まあまあ見れなくなるとかきつくなるっていうのは、まあ俺目線ね、見た感じはないんだよ。だから、まあまあまあ、若干は100で言うところの、まあ、
90% ぐらいのね力で見れるのかなみたいな感じだったとして、じゃあそこのね、まああればもっとね、多少良くなるよねっていうところを取ろうとして、大事故イコール字幕による名前バレ、それが怖えなと思ったんだよね。しずさんもギリ良かったよ。しずって名前出てきて、その後すぐに出たから良かったけど、仮面してるからさ、しかももう最悪やん、言ってしまえば。だからある意味もうマジで事故する5秒前だか3秒前じゃん。広末涼子もびっくりじゃん。だからやべえなみたいな感じだったんだけど、まあ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 ね、なければさ、そういう事故の心配もないじゃん。薬屋で事故ってるからね薬屋で事故ってるんで、ちょっとね、字幕に関してはね、なしの方向でどっこいだったらばリスクを避けて、なしの方向でいこうかなというふうに思いますので、字幕つけてよっていう人には本当に申し訳ない。多少なりとも見づらくなると思う。ただね、事故ったら怖いなと。で、良いか悪いかは分かりません。だけどもね、マジックフォーク誕生したんで聞き間違いはね、本当にね、多すぎるとこいつ耳鼻科行った方がいいんちゃうかっていう風になってね、お怒りの声もね、来ることにもなるんですけどもね、たまにめちゃくちゃ面白い聞き間違いがあったりするんで、それもなんかね、味として考えられるじゃない。なんか単純に俺の感覚よ、単純にじゃあこのアニメ1話ポンって見て、はい終了だとさ、まあそのリアクションもあるからいいと思うんだけど、なんかもうちょっと止めながら、例えばね、止めながらもっと詳しく知っていきたいなとか、じゃあこの前後のさ、ここでしかね、聞けないもう俺らのさ、会話があったりとか、なんかそういうカラーってあればあるほどいいと思うんですよ。ありすぎてごっちゃったらよろしくないよ。メインはあくまでその主張であって、でもその主張をすることによって感じることがあって、こういう会話が生まれたりするやんっていう、この作品をもとに話が広がるっていうのは俺すごくいいと思うんだよね。そういった意味では、そういった意味では聞き間違いはちょっとあれかもしれないけど、まあね、一つのね、楽しみとしてたまに出てきたら草生やしていただければなっていうふうに思います。そんなこんなで、じゃあ今回はこの辺でね、締めていきたいと思いますね。今後ともね、最後まで見ますし、あと映画とかもね、あるみたいですね。映画とか日記、テンスラ日記ちげえな、なんかね、日記だからなんだかっていうのもなんかあるとかなんとかっていう話は聞いたんですけども、全部見ますから俺、一度見出したら全部見るから。もう本当にめちゃくちゃハマってるからね、本当に。もうね、もう想像してる1億100億倍ぐらい本当にハマってると思って、マジで全部見るから、はい。なのでそこら辺ね、みんなで一緒に楽しめたらなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!